どうも皆さん、ヒカキンをこしたいな TV です。今回ですね、やっと感想をお話しすることができます。ラブライブシリーズプレゼンツカウントダウンラブライブ2021-2022 ライブウィズアスマイルの感想についてお話ししたいと思います。やっとですね、カウントダウンライブの感想を、話せますね。ごめん、すっごいサボってた。で、この格好はそのカウントダウンライブ当日で、参加した格好なんですけども、やっぱダイヤの誕生日なんで、1月1日で今ハッピーニューイヤーということで、ちょっとね、こうなんかめでたい感じで、今撮ってるのもう春とかも4月なんですけどね、これちょっと感想を出さないと、ちょっとね、自分のね、この YouTube 活動の YouTube でね、何のために出してるんだっていうのなんで、ちょっとお話ししたいと思います。で、一応ね、これ見せると、よいしょ、これか、真ん中ダイヤかな。で、よしりこおじさんのランジュと、カノンか。で、これ共通点があるんですけど、多分もう分かるよね、共通点なんだか。これ共通点ね、みんな釣り目、なんかね、そう、なんか、なんだろうな、性癖なのかな、分かんないけど、なんか最終的にみんな釣り目になっちゃったわね、俺の好きなキャラ。っていう感じでね、自分の性癖はいいとして、ちょっと、感想をお話ししたいと思います。港未来のね、ピアアリーナ MM で、開催したんですけども、その前に、開演か、開演が9時だったんですよ。21時なんで、ちょっと眠いなと思ったんですね。で、その前に、港未来の、ロープウェイとか、あと観覧車乗ったんですけども、なんか恥ずかしかったですね、この格好で行ったんで。でもね、ハッピーニューイヤー、まだハッピーニューイヤーじゃなかったんですけど、その時はなんかハッピーニューイヤーウェイみたいな感じで、ちょっとね、アピールしてましたと。3グループ、合同のカウントダウンライブ、最初で最後って言ったんで、次回もやってほしいなってあるんですけどね、しょうがないですということで、セトリを見ていきましょう。セトリね、ぶっちゃけね、どういう風に始まるかなと思ったらね、なんか全然予想がつかなかったんだよ。みんなで最初に、ライブ・ウィズ・ア・スマイル歌うのかな、もしくは最後なのかなみたいな、どういう形でいくのかなと思ったら、最初はディエラ、始まりは君の空から来ましたね。始まりは君の空、ディエラが出てきたから、じゃあこのままディエラが歌うのかなと思ったら、そうじゃなくて一旦引っ込んで、次に、2時の、ときめきランナーズ、これ12人バージョンですね。ランジュで、しおりこ、あと、ミヤカも、含めて12人バージョンで、特別にランナーズ歌って、じゃあアクは何歌うんだろうなと思ったら、ドリーミーカラーズ、そのドリカラの、衣装だったかな、その時に出てきて、各3チーム各1曲ずつ歌うと、これでじゃあこの後どうなのってちょっと思ったんですね。でもっと言うと、アクアのドリーミーカラーズ、これ3日連続で俺聴いてんだなって。普段だったら、だいたいこう2日連続は、ほら、デイ1とデイ2あるじゃないですか。まさか3日連続でドリカラを聴くとは思わなかった。で、まさかアクアも3日連続でドリカラを踊るとは思わなかったので、1週間のだいたい半分くらい、ドリカラを生で見るっていう、見れたっていうね。なんかもうその時初めて見たのにね、ああ、ドリカラやん、みたいな。でも、生地が高い。あんなね、薄そうなね、なんか、ちょっと、なんだろうな、着やすいと生地薄そうだけど、でも絶対高いよな、あの生地、なんて思ったりしてたんですけどね。で、3グループの、歌唱が終わりましたと。で、3グループの歌唱が終わって、その後に多分 MC とかなのかな、そうですね。MC があって、その MC で何するかって言ったら、なんか、グループと、2グループずつ、に分かれて、なんか、相性が合う、誰が相性合うかみたいな、いうのがコーナーがあったんです。いきなりそれが始まったんですよ。それがアクアと虹で始まったんですよ。リエラは、多分、グループの中で一発目に歌うんだろうなってことで、アクアと虹で、アンケートを取ったらしいんですよ。ライブ前に。で、それで、相性が、回答というか、会う人は、誰と誰かみたいなことを言ってましたね。で、これもう忘れちゃったけど、誰だったかな、いろいろいたんだよ。虹も忘れちゃったよ。オスワがね、
誰か抱きしめてたよね。忘れちゃった。アリサ誰か会ってたな。もう、あの、4ヶ月ぐらい前のことに全然覚えてないけど、そうそう、で、それでね、まあ、いろいろね、まあ、ぴったんこカンカンじゃないですけど、まあ、そんな感じでやってましたと。で、自分と一緒に来てた人は、まあ、ちょっと、あの、リコ信者とか、相田さん信者かな、どっちかっていうと、相田さんガチ恋なんですけども、マジ相田さん誰とも会わないでみたいな、誰ともなんかぴったんこカンカンしないでみたいな、あー怖いな、みたいな、ガチ恋では怖いなと思いましたね。同担拒否みたいな、同担拒否の人はちょっと怖いですね。ってことで、で、まあ、そんなコーナーがあって、で、まあ、最初に、まあ、リエラが登場等で、曲がスタート、トゥルードリームズだから僕らは鳴らすんだで MC が入ってノンフィクションデイワン私のシンフォニースターライトプロローグですね。なんで、2,4,6,6曲歌ったと。まあ、あのファーストライブも言ったんですけども、まあ、ファーストライブの中から、まあ、比較的無難な曲を歌ったって感じですね。うん、まあ、これは本当にファーストライブ、まあ、最近あったんで、うん、なんか、あ、懐かしい、もう懐かしいって感じになってたんですよね。うん、まあ、曲数もまだそんなに多くないんで、うん、でもその中でね、ノンフィクション歌うと思わなかったな。そう、まあ、一発目のさ、スタート・トゥルー・ドリームズとか分かるじゃんって、私のシンフォニーとか、スターライト・プロローグが、まあ、ね、なんか分かんじゃん、歌ったんだろうな、みたいな。で、ノンフィクション、たぶん、デイワンか、歌ったっていう、多分この辺が、まあ、いわゆる盛り上げ曲なのかな、なんて、うん、思いましたね。まあ、とても、良きでしたと。で、まあ、その次にも、あれが出てきたのかな、虹が出てきたのかな ?MC。そっか、虹が多分その次に出てきたのかな、もう、あの、立て続けに。多分コーナーがなかったのかな。で、虹が出てきて、まあ、最初に言っちゃうと、全員最初ソロを歌って、その後に全員曲、ちょっと見ていきます。で、まず、あゆむの、開花宣言。で、しおりこ、決意の光。で、しずく、オードリー。で、あい、めっちゃゴーイング。せっちゃん、メロディー。で、かなた、メルヘンスターでいいかな、これ。で、かすみが、ワンダーランド。リ・チャンリナガード・キピポ、カリンがファイアバードで、エマがアイ・オンの歌かな、でミアがアイム・スティルで、ね、ランジュちゃん、あの子は太陽の小町、ランジュが、クイーンなのかというふうに全員歌って、で、まあ、ソロの感想としては、うん、やっぱりね、うん、ソロ曲の中でしおりこの曲が一番UO が多かった。多分だけど、ほら、しおりこ、特にあのね、あっちメンバーじゃん。ブシロード、ね、ブシロード陣営のやつだから、ブシロード陣営のオタクは、まあ、それは UO を使うよね、ということで、まあ、曲的にも多分、UO が一番あったんでしょう。多分ね、ソロ曲の中でね、このしおりこの曲が一番 UO いたかな、多分、ね、そういう界隈からね、来てる人たちをね、後ろ界隈から来てる人たちが多かったななんて印象がありましたね。うん、あとは、そうだな、やっぱりね、まあ、エマ・ベルデ、まあ、サシデ・マリア。マリアはね、やっぱ歌うまいね。まあ、あの子が多分虹の中で歌がうまいのかな。まあ、音大確か出てたんだね。うん、音大出てて、ああ、ちゃんと高音伸びてうまいななんて、他もね、結構楽しかったですよね。めっちゃゴーイングとかもやっぱりね。うん、あの、これなんかね、これもマリアくんがちょっと差し入れ前チュンルンだね、チュンルンにめっちゃゴーイングやってほしいみたいな、なんでだよってね、ブランブランね、まあ、ぶっ殺すお前、まあ、そういうの気持ち悪いんだからな、まあ、ぶっ殺すお前ということで、うん、で、そう、最後あのランジュだね、まあ、あの子そうランジュちゃんなんだけどね、まあ、あのあれなんだったっけ、普通にニックネームホーチミンだっけ、ホーミンだっけ忘れてたけど、あ、そう、すごい、なんか、ロリコイだなって、最初なんか、うん、こう、なんか、ランジュのキャラの割には声がちょっと合わないなと思ったけど、今はもうね、何回も聞いてるから、むしろ、ソリみたいな、ちょっとなんか、したたるつって感じだけど、まあまあ、俺の推しが、最後で締めましたと。で、最後というか、まあ、そうだね、ソロの最後、歌った後、MC があって、その、まあ、あと、最後の最後の曲で、LLL でね、これね、
ラブザライフリリブでいいのかな。コーヒーさんこれリブって言ったんだよ。これライブじゃなくてリブなんだろうね。はい、LLL って言ったかな。のこれショートバージョンかな。を歌って、まあ、幕を閉じましたと。でその後に MC か。その後に MC だから、でそこで多分虹とリエラのあのピッタンコカンカンゲームが、まあ、行われたと。でピッタンコカンカンやった後に、まあ、満を持してのアクア。で最初何来るかなと思って見たんだけど、もう暗闇の中で出てきた瞬間、まあ頭抱えてよね。オタクはずるい。はっきり言う、あのね、オタクはね、マジでずるい。いやそんな UO やるやん。そんな UO 曲全開やんと思って、もう思いっきり UO やったからね。あ、これはもう、もうアクアから運営から UO やれってことなんだなって、せっかくの感情なんですよね。で、まあ、みんなーってね。いやお前、あんな遅い時間、21時から始まったのに、でもあの時間的に多分10時か11時ぐらいか、そんな眠い時間にそんな体力使わせんなって思ったけど、多分オタブが俺、一番体力使ったかもしれないね。うん。で、オタブでエモくなって、青空ジャンピングハート。で、ダンスイズミノタロスという感じで来て、あ、これはまあ基本、まあ、ドリコンか、ドリーミーコンサートの、やった曲たちがメインかな、みたいな。うん。もちろん、ね、オタクはちょっと頭抱えたようで、MC があってと。そう。で、その中にファンタスティックデパーチャー。で、最後の締め。これね、分かってるね。最後の締めが、未来の僕らは知ってるよ。ミラボクだね。やっぱね、アイライブ、ラブラブデイズは言いたいよ。心の中で叫んだけどね。むしろこれ、もう普通に叫んじゃったかもしれないけどね。そう、リエラも混ざってのラブライブデイズ。まあ、ラベスの時はね、みんなでね、叫んで、ああ、エモいなと思ったけど、今回ちょっとリエラはいるんだけど、みんなで叫べないとか、ここの中でね、ハイライブ、ハイライブ、ラブライブデイズ。あれはいいね。うん、そう、ラブライブデイズは不滅です、みたいなね。ね、まあ、長島おじいちゃんも言ってたけどね、我がラブライブデイズは永久に不滅ですってね。まあ、それ、それ、みたいな。はい、エモかったと。で、その後に MC。その後に MC はあれかな。その後にアクアと、多分リエラでやったのかな。うん。で、やって、で、こっからよ。こっからマジね、眠かったんだよ。なぜかっていうと、いきなりなんか、ラブライブシリーズのラジオ形式の、まあ、コーナーが始まって、しかもそれ演者出てないんで、演者出ないんで、画面にラジオ形式のコーナーが出て、暗闇の中それずっと流れてんだよ。マジで眠かった。多分あの時は多分11時過ぎかな、23時過ぎだったかな。本当にこの時のラジオ、暗闇の中の光、映像がただ単に流れてるだけで、で、それでラジオで、なぁ、ね、この次はこの曲で紹介されて、演者が歌うんだけど、マジで眠かった、ちょっとあれが。これきついなと思う。みんなもうトイレ行くと普通に。で、最初、出てきたのが、リエラか、シューティングボイスか。シューティングボイスでリエラが歌って、その後に、虹のミラクルステイチューン。で、最後か。最後、アクアのノットアローン、ノット一人。これね、ノットアローン、ノット火の鳥ってなっちゃうね。わざわざさ、これさ、ね、一人ってさ、わざわざ、こう、アルファベットにしたら、もう火の鳥じゃん、完璧に。なんかこう、やっぱね、あのね、オタの中でね、いいオタの中ではね、ノットアローン、ノット火の鳥っていう、これ絶対狙ってるでしょ。なんやかんや、ラブライブ運営、こう、ビーズのなんか狙ってるやつあるよね。あれなんかわざとなのかね。なんかわざとだね、ちょっと。なんか頭の中でそれなっちゃうね。で、それが終わって、まあ、カウントタイム。たぶんね、その歌の乗って1人が終わったら、もうたぶん5分もなかったのかな。3分くらいだったのかな。そうそうそう。だから、歌い終わってみんなブワーって出てきて、それでなんか、てんやわんやして、で、まあ、54321、ハッピーニューイヤー、みたいな。みんな言うをね、言うハッピーニューイヤー、みたいな。まあ、ちなみに言ったけど、俺、席クソ席だった。後ろ、アリーナの後ろ、ほぼ後ろよ。ほぼ後ろのステージ向かって、ちょっと右側か。マジでなんでこんなクソ好きなんと思ったけどね。俺 CD10 枚か、合わせて20枚か。20枚積んだのになんかね、後ろだった。ほんとクソ好き。前の方じゃなかった。せめて前の方にさせてくれよと思ったけど、まあまあでもしょうがないと。言うをね、口にくれて、つって。で、最後みんなで、Live is a Smile 歌って、ちょっと MC があって終わると。いうことだったんだけども、まあね、1月1日だから、ね、ダイヤちゃんお誕生日おめでとうって言って、あいつがぴょって出てきたんだけど、うん、ちょっとね、そこでね、問題というかね、アリさんに言いたいことがある。DJ やんなかったね。いや、あのさ、
どういうことかっていうと、アリサのカレンダーのお渡し会があったんだよ、ブックファスト新宿で。それ行ったんだよ。ちなみにその時あのポスター、カレンダーポスターかな、カレンダーを1個買うごとにアリサと1回お話できるっていう。いや、10個買っとけば、俺1個しか買わなかった。まさかさ、あの1個買うごとにさ、アリサと話できると思わないじゃん。ああ、もう俺10個ぐらい買ったやついたから、俺3つぐらい買っとけばなと思ったんだけど、まあ、もうその時は売り切れてたからちょっと失敗したなって思ったんだけど、アリサがその時ちょっとね、ドリコン、ドリームコンサートか、カウントダウンちょっと聞いて楽しみにしてるよって言ったら、アリスが、いや、カウントダウンやるかも、みたいな、ネタバレやん、みたいな。そう、アリスが、もしかしたらカウントダウンやるかも、みたいな言ってたね。ネタバレ、ちょっと書いて、みたいな感じで。で、俺、その言葉をすっかり信じて、あ、じゃあカウントダウン、ダイアン誕生日だから、じゃあ DJ や、ダイアンやんのかなと思ったら、なんか、バイバイ、って言って落ちたと。あれ？いや、DJ だよ、やってみよう。そう、やなかったからね。だってね、まあ別動画で出すけど、オーシャンステージと、サニーステージ、まあ、もちろん DJ はやってなかったし、多分ミニステージもやんないでしょ、流れてる。いや、 DJ ダイヤ、アクアのライブで DJ ダイヤやれるとしたら、まあ、カウントダウンでみんなでバーって、あの時ぐらいだと思うんだよね。ナンバリングとかなかなか DJ は難しいと思うから、カウントダウンちょっと期待したし、ダイヤの誕生日だから DJ ダイヤ来るかと思ったら来なかったんだよね。どうしたんだろうね。ねえ、運命ぶっ殺してやるっていう、まあ、感じでしたね。てな感じで、まあ、長々と話したんですけども、ちょっとカウントダウンライブの、感想をちょっとね、終わりにしたいと思います。